毎度です。アウンの松本です。どうもいつもありがとうございます。はい、今日はこちらです。岡田さん、ありがとうございます。届きました、丹波の黒豆でございます。もうそろそろですね、枝豆が終わる時期ですね。茶豆がやってきまして、であとこれも丹波の黒豆で、黒豆ってのあんま見ないですよ皆さんね。黒いあの似ている豆かと思いきや、実はこういう状態になってます、枝豆です。はい、この黒豆で、まあ、ちょっと終わりなんで、このなかなか鞘付きの枝豆も、鞘付きですか、枝付きの枝豆もそんなに皆さん見ないと思うんで、今日はこの枝豆の掃除の仕方を皆さんにお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、ではこの枝豆、はい、黒豆ですね。はい、黒鞘です、京都の丹波の。このように蒸していきます。よいしょ。このそんなにですね、色が、鞘の色はそんなにいいとは言えないんですけど、茶豆もそうなんですけど、やっぱ香りと味はですね、やっぱり黒豆ならではの味がしますんで、この時期最高ですよね。これを食べるとはもうそろそろ枝豆終わりかなって僕は思いますね。昔はスーパーとかでもこう枝付きのまま売ってましたからね。だから枝豆ってきっと言うんでしょうけど、最近枝付きのまま売ってないですよね。よいしょ。こういうふうに、あのハサミで切ったりするところもありますけど、もう手でバン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 蒸していってください。そう、僕も子供の頃よくこうやって手伝わされましたけどね。よいしょ。はい、では取り上げましたね。はい、丹波の黒豆で、こちらですね、よく見るとこの枝豆って産毛がこうついてるんです。これをですね、塩で、はい、ちょっと磨いていきたいと思います。はい、塩で揉むようにするとだんだんこう周りの産毛がですね、取ってきますね。そうしますとこの仕上がりの色も良くなりますね。はい、でこちらで水で流して、あとは茹でていきましょう。それではたっぷりの塩水で茹でていきます。ちょっとあの粒が大きいね、目安8分ぐらいしていきましょう。はい、で茹で上がりました。はい、じゃあ塩していきます。はい、茹でたての黒豆の完成です。いい香りですね。はい、ではそれでは茹で上がりました黒豆いただきたいと思います。この見た目はですね、枝豆なんですよ。こう開けると分かりますか、ね、黒豆なんです。はい、これを乾燥させるとよくお正月に我々が食べる黒豆になるわけですね。はい、ではそれではあったかいうちいただきます。香りと甘みが最高ですね。まあ、茹でたての枝豆って言ったらやっぱこれでしょうね。いただきます。じゃあお仕事中の皆さん、すいません、乾杯。うまい。いや、うまいですねこれ。枝豆って例えばこうニンニクでオイルで炒めたりとかいろんなありますけどね、シンプルに塩茹でにかなう料理は僕はないと思います。はい、いい香り。ぜひもう枝豆、もうそろそろこの黒豆が出てきたってことは旬が終わりますので、旬 の食べ逃しのなきように皆さん黒豆をぜひ楽しんでください。それでは皆さん素敵な一日を。ありがとうございました。